海上自衛隊は2022年4月15日、日本海において、佐世保基地の第1護衛隊軍第5護衛隊所属の混合型ミサイル護衛艦混合 DDG-173 が、4月13日と14日の2日間にわたって、アメリカ海軍と共同演習を行ったみたいだね。今の状況を考えると、アメリカとは密に連携をとっておきたいもんね。ちなみにアメリカからはどんな艦艇が参加したの？アメリカ海軍の空母エイブラハム・リンカーンの第3空母打撃群所属のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、モービルベイ CG-53 とアーレイバーク級ミサイル駆逐艦スプルーアンスらと共に共同訓練を実施したらしいぜ。そうそう。さて今回はそんな日本とアメリカの共同訓練について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊のプレスリリースによれば、共同訓練の内容は3隻による、弾道ミサイル情報共有訓練などを中心として各種の戦術訓練とされているよ。日本海では、4月15日に北朝鮮故、金日成主席の誕生日を祝う太陽節を予定しており、今年は金日成生誕110周年の節目であることから、弾道ミサイル発射実験や核実験が実施される恐れがあるとして、空母エイブラハム・リンカーンの空母打撃群と海上自衛隊から混合の他に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊所属の、村雨型汎用護衛艦稲妻 DD-105 や、航空自衛隊の F-2 戦闘機なども共同訓練に参加していたみたい。4月16日時点で北朝鮮では市民による大パレードは実施されたものの、結局大規模な軍事パレードや弾道ミサイル発射、核実験などはなかったんだけど、25日には朝鮮人民革命軍創設90周年の記念式典が予定されており、そちらの方で一兵式軍事パレードや、ミサイル及び核実験が行われるのではないかとの見方があり、自衛隊とアメリカ軍は引き続き警戒を続けていくとしているんだ。朝鮮半島においては4月18日からは米韓合同軍事演習が実施される予定となっており、それに対して北朝鮮が反発することは必至と見られていて、ロシア軍や中国軍の動向と合わせて緊張が高まっているぜ。日本では北朝鮮の弾道ミサイルの迎撃に対して、これまでのイージス艦におけるシステムを陸上に挙げたイージス弾道ミサイル防衛システムである、イージスアショアの導入を2017年に決定していたんだけど、その導入の理由とは、北朝鮮の弾道ミサイルに対応する、海上自衛隊のイージス艦の負担を軽減することにあったんだ。いつ発射されるかわからない弾道ミサイルを、警戒するに24時間365日の警戒監視体制を敷かねばならず、現状では8隻のイージス艦を常時日本海に貼り付けることになるため、本来の艦隊防空の任務に就くことが難しくなるほか、乗組員の負担が相当厳しいものとなるんだよね。その点、陸上に設置されるイージスアショアならば、病院の交代が簡単に実施できて艦船のような定期的なメンテナンスが不要になるという利点が大きく、高価で貴重なイージス艦を本来の任務に就かせることができるとされて大きな期待がかけられていたってわけ。イージスアショアを設置する場所が秋田県と山口県に決定し、アメリカのロッキード・マーチン製の高性能レーダー SPY-7 の地上配備用システムを購入するところまで話が進んでいたんだけど、防衛省が地元説明用に用意した資料がずさんで誤りが発覚したほか、説明に訪れた職員が居眠りして地元民の怒りを買うなどの失態を繰り返して地元の反対が噴出する中で、迎撃ミサイル SM-3 の発射時に必要で使用後に落下させるブースターが、山口県の睦弥演習場においては演習場内に落下できないことが判明したんだ。ブースターの落下場所を修正するのにソフトウェアの改修だけでは不可能で、ハードウェアの改修には2000億円ほどのコストと10年ほどの時間が必要であることがわかり、当時の河野防衛省が10年もかかるのは合理的ではないとして配備の中止が決定されたってわけ。10年はさすがに長すぎるもんね。防衛省ではイージスアショアの代わりにイージスシステム搭載艦を建造して、陸上用に購入したシステムを護衛艦搭載に転用する異例の試みを提案し検討を始めたんだけど、そのための総コストは少なくとも9000億円近くになると試算され、かなりの高額になることが問題となっているよ。また、結局のところ護衛艦への搭載となったために、そのための人員配置なども検討が必要となり、人員への負担の軽減という当初の目的が達成されないことになったんだよな。自衛隊の護衛艦は、建造予算がついてから建造するのに最低でも5年はかかり、収益後にはシステムの動作試験を繰り返して実施する必要や、乗組員の習熟訓練などに年単位の時間をかけなければならないからね。イージスアショアの導入が当初の計画通りに進んでいれば、2023年度には運用開始の見込みであったんだけど、大隊艦がミサイル防衛の任務に実際に就くことができるようになるには10年近く遅れる恐れがあるみたい。
そしてその間は、現在のミサイル防衛 MD を担当する。既存のイージス艦への負担が続くことになり、東シナ海や南シナ海への海洋進出を強め、台湾併合や尖閣諸島の実効支配を狙う中国海軍の、警戒任務が手薄になってしまうだろうと見られているよ。また大隊艦は、365日24時間警戒態勢を取るため、通常艦艇より長い期間洋上に留まって任務に就くことが求められ、それを可能にするための艦内施設の整備など技術面や、乗組員の交代や休養などの運用面の工夫が必要となるだろうね。その中で、2022年度令和4年度防衛予算概算要求での、MD 関連の予算の中で大きなものは、能力向上型迎撃ミサイル PAC-3MSE の取得費用として614億円が計上されていて、これは弾道ミサイル防衛と巡航ミサイルなど対処の双方に、対応が可能とされる対空ミサイル PAC-3MSE の取得と、現在保有している PAC-3 ミサイルの回収や、耐用命数を伸ばすための部品交換やミサイル全体の点検費用ってわけ。そして、イージスシステム搭載艦に搭載するレーダー SPY-7 の洋上仕様変更、には58億円が計上され、イージスシステム搭載艦に搭載する、SPY-7 に関連する機材を洋上仕様に変更するための予算は付けられたものの、それを搭載するための新護衛艦建造はまだ形が見えていないよ。また、北朝鮮のミサイル防衛にばかり気を取られているわけにはいかないとして、陸上自衛隊は4月14日に各国の陸軍との間で、2022年度中に実施される主な共同訓練について発表しているんだ。日本にはいろんな危険があるから、各国との連携は必須だよね。そうだね。米海兵隊との共同訓練アイアンフィスト鉄拳は、中国の侵攻における離島防衛を念頭に置いた訓練で、沖縄県内に駐在する第31海兵遠征部隊 31MEU と、来年1月から3月にかけて日本国内で行うとされ、当初防衛及び奪還を想定して互いの連携を強化するものなんだ。また、多国間訓練としては、日本、アメリカ、インドネシアの3カ国での実動訓練を、2022年7月から9月の日程で実施することも発表され、陸上自衛隊がインドネシア陸軍と共同訓練するのは初めてのことだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録。よろしくね。今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はファンタグレープの味が昔と変わったのかについていくよ。昔から愛されているコカ・コーラ社から発売されているファンタだけど、今もなお新フレーバーが発売されるなど、長年にわたって消費者に愛されてきたよね。そんなファンタだけど、過去には何度も味が変わったという噂が流れて、SNS などで話題になったんだ。今回は本当にファンタグレープの味が昔と変わったのかについて解説していくよ。結論から言うとファンタグレープの味が昔と変わったという噂は本当なんだ。2018年4月に公式のツイッターアカウントから次のようなツイートがあったんだ。はじめまして。お気づきの通りファンタグレープは今回、味わいをリニューアルいたしました。いただいたお声は、こちらから担当部署にも伝えますね。貴重なご意見をありがとうございます。でね、今回は事前アナウンスがなくいきなり味が変わったけど、ジュースの味がある日突然変わることは珍しいことではないみたいなんだ。原料の価格が高騰してしまったり、ずっと味が一緒だと飽きられる可能性があることから、味の改良やリニューアルが行われているんだよね。ちなみに、2018年4月に味が変わったのはファンタグレープだけのようで、ファンタオレンジなどの味は変わっていないそうだよ。それとね、実はファンタは厳密に言えばジュースではないって知ってた？ジュースというものには明確な定義が存在しており、本来は果汁が 100% のものだけがジュースと呼ばれるものなんだよ。そもそもジュースという英語は日本語にすると果物や野菜の汁という意味になるんだ。日本の食品表示基準によると果汁 100% ではないものはジュースと表記してはならないとされているんだ。それじゃあファンタはどの飲み物に分類されるのかというと清涼飲料水に分類されているんだ。清涼飲料水は乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除くアルコール分 1% 未満の飲料と定義されている。ファンタのような炭酸飲料以外にも、コーヒーやお茶やミネラルウォーターも清涼飲料水に分類されているんだ。以上、ファンタグレープの味が変わったのかどうかについての雑学だよ。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。